ストレイキッズ自身最大規模のワールドツアーより東京ドーム公演のライブビューイングが決定映画館限定の来場者プレゼントはストレイキッズオリジナルステッカーストレイキッズが11月16日17日に東京ドームにて開催するワールドツアーストレイキッズワールドツアードミン ATE ジャパンの模様が 全国47都道府県の映画館にてライブビューイングされることが決定した。ストレイキッズのワールドツアーは2022年に18都市42公演を成功させたストレイキッズセカンドワールドツアーマニアック以来となる。10月18日時点で8月の韓国を皮切りにシンガポール、オーストラリア、台湾、フィリピン、マカオ、タイ、インドネシア、香港、 日本など、世界12地域で計21回の単独コンサートを開催。自身最大規模のワールドツアーとなり、今後もラテンアメリカ、北米、ヨーロッパほか、追加で開催地域が発表される。日本公演は、11月14日16日17日に東京ドーム、12月5日7日8日に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催。 そのうちの東京ドーム公演2日間が全国47都道府県の映画館に生中継される。映画館限定の来場者プレゼントとして配布されるストレイキッズオリジナルステッカー全9種のうち1種ランダムも要チェックだ。2024年7月にミニアルバム8でカムバックし、ベイビルボード200で5作連続の1位を獲得。 ツアータイトル通り世界中のステージを支配する、ドミナテ支配する、という意気込みと抱負が込められているストレイキッズのワールドツアーを映画館の大スクリーンで余すことなく楽しもう。